こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日はそろそろ花粉症のシーズンということで、花粉症にいい食材を使った料理を紹介していきたいと思います。その食材というのはレンコン。レンコンは喉とか気管支にいいっていうふうに言われているんですけれども、実は粘膜にもよくって、花粉症の時にはね、たくさん食べたい食材なんです。今日はそんなレンコンを使ってレンコンシューマイというのを作っていきたいと思います。皆さんもよく知っているあの食材を使ってお肉っぽい感じの食感に仕上げています。よかったら最後までご覧ください。それではいってみよう。はい、材料はですね、まずレンコン、玉ねぎ、そしてこちらが凍らせたこんにゃくです。解凍して絞った状態で使うとまるで肉みたいな感じになります。そしてシューマイの皮、ごま油に濃縮の甘酒、くず粉にお醤油になっています。こんな感じで5ミリ角くらいに細かく刻んで、シャキシャキの食感も入れていきたいと思います。レンコンはね、軽く水分を、絞ってボウルの方に入れていきます。あんまりね、絞りすぎてもあれなんで、こんな感じで軽く絞って、水分が多すぎてもまとまりが悪いですので、でこの残った水分はね、水溶き片栗粉みたいな感じで使えるので、お料理に入れてもいいですし、あとちょっとお塩入れてね、軽く加熱して飲むと咳止めとかねにいいので、捨てないで使ってくださいね。ここにレンコンの刻んだものも入れていきます。玉ねぎはみじん切りにしていきます。みじん切りにできましたら、玉ねぎにくず粉、片栗粉でもいいんですけども、まぶして水っぽさがね、取れないようにまぶしておきます。そしてこんにゃくもみじん切りにしていきます。中がね、こんな風になってて面白いでしょう。これがすごくね、お肉っぽい食感になっていきます。そしたら先ほどのレンコンのボウルにみじん切りにした玉ねぎとこんにゃく、そして調味料ですね、お醤油とごま油、甘酒、あとね、くず粉ですね、足します。これでよく混ぜていきます。よく混ざりましたら、この種をシューマイの皮で包んでいきましょう。手をこんな風にしてシューマイの皮をのせましたら、ここに具を入れて、こんな感じでギュギュギュッと、小さじ1杯くらいかな、ちっちゃいシューマイの皮しかちょっと売ってなかったんですけど、大きいのだったらね、大さじ1杯くらい入ると思います。こんな感じで包んでいきましょう。せいろにキャベツの皮とかをのせて、ここに並べていくと、こう下にくっつかないし、キャベツもね、おかずになるのでちょうどいいと思います。白菜とかレタスとか何でもいいです。はい、蒸気の上がったところにですね、こんな風に並べて、一緒にね、野菜なんかも蒸すとね、おかずになるといい、なっていいと思います。これでね、強火で8分ぐらい蒸していきます。蒸し上がりました。はい、できました。こんにゃくがね、ちょっとね、見えると思うんですけれども、早速どんな感じか食べてみたいと思います。ちょっとからしを用意してみました。レンコンのもっちりした感じとシャキシャキ感と、あとね、やっぱね、このこんにゃくが噛み応えがあって肉っぽくって、すっごく美味しいです。水分の切り方とか、あとくず粉の、ね、量なんかで、この硬さとかは調整ができるので、もっともちもちしたのがお好きだったら、くず粉、片栗粉の量をね、増やしてもいいと思います。本当にメイン料理として大満足してもらえるんじゃないかなと思います。花粉症の季節にぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。